村山俊臣君。はい、15番村山俊臣。これよ、これ。これ。皆さんこんにちは。こんにちは。自由民主党会派礎村山俊臣でございます。平成30年12月定例会一般質問最終日、このような最高の機会を与えていただきましたことに対しまして、市民の皆様、中村市長をはじめとする執行部の皆様、関係各位に壇上からではございますが、ここより感謝申し上げます。平成30年最後の登壇者でもありますことから、身が引き締まるとともに、初心を忘れず、しっかり思いを込めて質問させていただきます。さて、今年も残りわずかとなってまいりましたが、1年を振り返ってみますと、本市におきましては、2期目を迎えられた中村市長が、基本政策に掲げておられます八代市の未来のために力を注ぐ5つの柱を着実に進められており、本年より8年間を計画期間とする第2次八代市総合計画を策定されました。また、中村市長におかれましては、本市の喫緊の課題に対する政府要望や、県、他市町村との連携、さらには海外との友好関係のさらなる構築、地場産のアピールを積極的に取り組んでおられます。一方、企業立地関連につきましては、平成17年の本市合併以降、年間で7件もの協定締結は初めてであり、このように市長のリーダーシップのもと、職員の皆様と一丸となり、本市の発展にご尽力いただいております。そして、7月から11月にかけて、市内21地域を訪問され、約1200人の皆様ご参加のもと、市政運営を進められる上で、市民に寄り添った有意義な懇談会も開催されております。これら、さまざまな施策を含め、市長は本年も市内はもとより、海外に対して先頭に立ち、市政の安定とさらなる飛躍のため、活発な活動をされ、それが目に見えて実感できる1年でありました。また、来年もさらなる発展ができるものと期待いたしますとともに、確信しております。それでは、通告に従いまして、順次質問に入らさせていただきます。執行部におかれましては、簡潔明瞭なご答弁をお願いいたします。大項目の1点目、市民防災意識の向上及び地域コミュニティの活性化についてお伺いいたします。平成28年、あの未曾有の熊本地震から約2年8ヶ月が経過しておりますが、その後、日本各地で自然災害がたびたび発生しております。その主なものを挙げますと、昨年は福岡県と大分県を中心とする九州北部で発生した平成29年7月九州北部豪雨、今年は6月18日、大阪府北部を震源とした発生した大阪府北部地震、10日後の6月28日から7月8日にかけて、西日本を中心に北海道や中部地方など、全国的に広い範囲で記録された台風7号および梅雨前線等の影響による平成30年7月豪雨、俗に言う西日本豪雨です。さらには9月8日には25年ぶりに非常に強い勢力で日本に上陸し、近畿地方を中心に大きな被害を出した台風21号、また9月6日に北海道胆振地方中東部を震源として発生した北海道胆振東部地震などが挙げられます。被害状況については、ライフラインがストップし、
長期間に及ぶ避難生活など、皆様、新聞、テレビ報道などですでにご承知のことと存じます。このように、近年は毎年、日本の全国各地のどこかで自然災害が発生している状況です。裏を返せば、自然災害はいつでも、どこでも起きておかしくない状況であると推察します。今年9月定例会、中村議員の一般質問でもありましたが、熊本地震での本市の状況を振り返りますと、震源地付近の自治体に比べ、電気、ガス、水道、通信などのライフラインが止まらず、各地の自然災害の被害状況をテレビ、新聞等で見ていますと、仮にライフラインの供給がストップいたしますと、行政、住民ともに大変な苦労を強いられると思うところです。また、熊本地震以降、本市においてもいろいろな対策が行われ、この一般質問でも取り上げられてきました。そういう経過を踏まえた上で、今後いつ起こるかわからない自然災害を想定し、今回一般質問をしたいと思います。まず、本市でライフラインがストップするような大災害が起きた場合、飲み水、調理用をはじめ、洗濯、風呂、トイレなどの生活用水が一番最初に困るのではないでしょうか。そして、また本市において、上水道が普及していない地域では、地下水を電動ポンプで汲み上げるというのがほとんどかと思います。そこで、これまでも平成30年6月定例会の太田議員の一般質問でもあっておりましたが、本市の飲料水の備蓄状況と、手押しポンプの設置状況及び今後の取り組みについて、増住総務企画部長にお尋ねいたします。続きまして、第項目の2点目、上柳小学校再留園の環境整備についてお伺いいたします。今回の質問にあたり、さまざまな文献を見てみますと、上柳小学校は明治7年に創立され、今年で144年目という歴史と伝統を誇る学校であります。また、敷地内にあります再留園は、松池、八代城代、旧代、松井照之が、明治6年、細川家の茶道役、古市氏に設計させ、松池茶道方徳永氏に策定させた別宅の庭園でもあります。当時は庭園に池もあり、屋敷の座敷から駅を隔てて眺めた築山の景色は、駿河湾から富士山を眺めた景観を模しており、庭園が完成した当時は、球磨川から水を引き入れ、九州山地と球磨川を借景にした勇壮な庭園であったそうです。このような歴史的文化財が校内に存在する学校は、非常に稀なことであり、九州地方においては、上柳小学校と長崎県立諫早高等学校のわずか2校のみであると書かれております。さて、現在校内の再留園には、上流側に生命の池、下流側に白鳥の池と名付けられている池がありますが、池への球磨川からの水の引き込みが止まってからは、生命の池はポンプ組み上げでどうにか持ちこたえている状況です。また、このような中、現在、池の泥上げには限界があり、年に2回、学校、PTA、地域の方々の奉仕作業で池の清掃をしておられます。しかし、なかなか池の浄化課題への解決には至っていないのが現状であります。そこで、再留園の池の浄化について対するこれまでの経緯と今後の対応について、桑田教育部長にお尋ねいたします。続きまして、大項目の3点目、八代民族伝統芸能伝承館両閣こと歌唱の基本設計及び今後の取り組みについてお伺いいたします。なお、以降は伝承館と省略させていただきます。本件については、これまでの多くの議員が一般質問で取り上げてこられ、
執行部におかれましては、着実に2020年度末の竣工に向け、進んでいるとは思いますが、まず伝承館の整備について、公募による事業者選定が行われ、その際、事業者の設計について、どのような課題テーマなどが設定され、提案者がどのような提案をされたのか、また、現在行われている基本設計の取り組みについて、山本経済文化交流部長にお尋ねいたします。以上で壇上からの質問を終わりまして、再質問につきましては発言席に行わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。鈴見総務企画部長。はい、議員お尋ねの、本市の飲料水の備蓄状況と手押しポンプの設置状況および今後の取り組みにつきましてお答えいたします。本市の飲料水の備蓄状況につきましては、11月末現在、本市の備蓄倉庫37箇所に、2リットルのペットボトル414本、500ミリリットルのペットボトル4872本を分散して備蓄しております。また、私有施設の自動販売機設置会社と協定を締結し、災害時の飲料水の供給もできるようにしております。次に、手押しポンプの設置状況につきましては、指定避難所である上柳小学校、松高小学校、第八中学校の3箇所と、震災一時避難場所であり、ある、愛知公園、新八代駅亀山公園、東中洲、児童公園の3つの公園と、日置公園の4箇所に、合計、7箇所を設置しています。また、昨年度より、市内の工場、施設、病院、保育園、学校などの民間事業者に、ご協力をいただき、災害時の防災井戸における井戸水の供給に関する協定を各事業所と締結し、現在21箇所を確保しているところでございます。この中では、手押しポンプ設置が2箇所、非常用発電機所有が7箇所ございまして、停電時でも水を供給することができるようになっております。なお、熊本地震の経験から、災害発生当初より、国県からのプッシュ型の食料や飲料水の支援、各種団体、個人からの支援物資として、相当な量の食料、飲料水が届くことが予想されますので、防災計画に沿った配備体制で迅速に配布できるよう災害時に備えたいと思います。このように飲料水等の確保に努めておりますものの、大規模災害発生時には公的な支援物資はすぐに各家庭まで届かないことや、コンビニやスーパーなどにも人が殺到しすぐに商品がなくなることも想定されます。そのため住民の自助努力として各ご家庭で非常食等を含めた防災グッズを備えておくことはとても重要であります。一般的に1日に必要な水分は大人1人分で約2リットルから3リットルと言われています。これまで備蓄は3日あれば十分と言われておりましたが、非常に広い地域に甚大な被害が及ぶ可能性のある南海トラフ巨大地震クラスでは1週間以上の備蓄が望ましいとの指摘もあっております。今後の取り組みにつきましては、防災井戸における井戸水の供給に関する協定の、事業所拡大に向けて取り組むことや、改築予定の第一次避難所であります、甲田コミュニティセンターと、防災拠点となる新庁舎に手押しポンプをつけた防災井戸を設置予定でございます。このように市で飲料水の備蓄と確保に努めることはもちろんのことではありますが、併せて各
ご家庭での備蓄をお願いするための周知啓発も、出前講座などの機会を捉えて繰り返し行ってまいります。以上お答えといたします。議長。村山俊臣君。はい。増住総務企画部長、ありがとうございました。防災担当部門からすると、飲料水の備蓄、手押しポンプの設置については、防災計画上の災害対策本部、指定の避難所、震災一時避難場所などの防災拠点施設への整備になるということがよく理解できました。また、部長答弁でもございましたが、飲料水につきましては、本市備蓄分と自動販売機の協定による飲料水提供、国、県からのプッシュ型支援、各団体などからの支援、それと各ご家庭での備蓄により、もしもの時の初期対応はできるのではないかと思っているところです。そこで再質問ですが、私の住み暮らす上柳高区では、昨年、自主防災組織の活動拠点となる全町内の自治公民館に非常用発電機が配備されました。しかし、せっかく配備された非常用発電機でありますが、発電機も定期的に稼働や点検をしないと、いざというときに指導ができないという例があるようでございます。そこで、こういった資機材等を活用した日頃の取り組みと地域活動へのアドバイスなどについて、増住総務企画部長にお尋ねいたします。議長。増住総務企画部長。はい。お尋ねの非常用発電機の資機材を活用した取り組みと地域活動へのアドバイス等につきましてお答えします。上柳高区で全町内の自治公民館に非常用発電機を配備されましたことは、停電時の照明や地下水道水の汲み上げ等、防災面におきまして非常に有効的な取り組みであると認識しております。しかしながら非常用発電機につきましては、議員のご指摘のとおり、日頃から定期的に使っておかないと、いざというときに故障し使えないという事態も考えられます。したがいまして、平常時から定期的にエンジンの作動確認はもとより、照明や井戸ポンプ等とつなげる操作訓練や安全点検を実施するなど、自主防災組織の訓練活動の一環として取り組みを行っていただければと考えております。なお、このような資機材を活用した取り組みは特別なものとして捉えるのではなく、人が集まる行事に合わせて行うなど、例えば夏祭りなどで夜間照明の電源供給を発電機で行う、どんど屋で消火器を使った消火訓練を行う、町内行事でアルファ米などの炊き出し訓練を行う、学校の PTA 行事等で防災キャンプを行い、親子で防災意識の向上を図るといったようなものが考えられます。市では災害時の被害を最小限に抑えるため、自助の防災意識と知識の向上及び地域でお互いに助け合う共助の推進が非常と重要となることから、出前講座や防災訓練への職員派遣や訓練時のアドバイスなど全面的に協力をしてまいりますので、機会を捉えてぜひご活用いただきたいと思います。参考までに、この出前講座と自主防災組織の訓練は年々回数が増えており、昨年度52回、1125名、今年度は11月末現在で40回、2168名の開催となっております。今後も引き続き自助共助の重要性を広く市民の皆様方に認識いただき、防災意識の向上につなげていきたいと考えております。以上お答えといたします。議長。村山俊臣君。はい。増住総務企画部長、ありがとうございました。今回危機
危機管理課の職員の方々とお話をしていく上で、いろいろと防災に関して学び、情報を共有することができました。防災に関しましては、一言ではなく、また行政がすべてをしてくれるということではなく、まずは自分自身で、また家族で、普段から話し合い、有事に備えなければならないと感じました。その感じたことをここで少しまとめてみたいと思います。災害が大きくなればなるほど、消防、警察、市役所などからの公助には限界があること。まずは自分の命は自分で守る自助が基本で、救助される人ではなく救助する人になること。救助する人になったら、まずは家族を救助し、次に救助する人同士で協力し合い、隣近所の要救助者を助ける共助で、災害発生時の初動を乗り切る地域コミュニティづくりが極めて重要だと感じました。そのためには、事前の備えや日頃からの訓練が非常に重要であるとともに、地域コミュニティが活性化すれば、地域の災害対応対策能力の維持、向上につながるものと感じた次第であります。今後も市民の皆様からの負託を受けた一人として、市の各担当部と連携を図りながら、市民の防災意識の向上や地域コミュニティの活性化に貢献していきたいと思います。また、災害発生時の初動の救助については、自助・共助が非常に重要だと分かったところではございますが、向助部分として、災害が長期化した際の避難生活や、普段の大雨、台風などの自主避難には、第一次避難所であるコミュニティセンターが必ず使用されると思います。このコミュニティセンターで避難場所として使われる会議室や和室にはほとんど冷暖房が整備してあると思いますが、麦島、二見、上柳のコミュニティセンターの講堂、体育館などで冷暖房が整備されていない箇所があるとお聞きしております。これから小中学校などの冷暖房設置が進められていくことと存じておりますが、災害時において住民の方が一番に頼ってこられる第一次避難所の冷暖房整備につきましてもご検討よろしくお願い申し上げます。さらには現在、旧庁舎の解体や水源地整備が行われ、新庁舎建設が進められているところではありますが、災害に強く、災害時の拠点施設となるよう、私が言うまでもありませんが、災害対策スペース、備蓄スペース、物資の荷さばきスペースなど出来上がった後で、こうすればよかった、ああすればよかった、というようなことがないよう、災害に強い新庁舎を建設していただくよう、切にお願いいたしまして、この講を終わります。桑田教育部長。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。村山議員ご質問の第1項目の2点目、上柳小学校再留園の環境整備についてお答えいたします。再留園の池の浄化について、これまでの経緯と今後の対応についてでございます。議員ご案内のとおり、再留園は歴史ある庭園であり、昭和45年8月に市の名勝再留園として文化財指定がなされております。再留園の池はかつて球磨川から水を引き、その清流の水量は豊富で、鯉、船、ナマズ、ウナギなどのたくさんの生き物が生息していたと聞いております。しかし昭和27年に球磨川堤防の建設が行われ、その後球磨川からの水がせき止められたことにより、昭和43年に井戸を掘削、井戸ポンプを設置して地下水を汲み上げ池に注がれるようになっております。池に水を給水する井戸ポンプは定期的に更新しており、近年では平成24年3月に
井戸ポンプを更新し、現在に至っているところでございます。しかしながら、ポンプから供給される水量は、球磨川から水を引いていた頃に比べ少なくなっており、池の淀み、濁りの一因となっているものと考えられます。再流園の池につきましては、これまで上柳工区から平成23年10月に水質改善についての要望書、また平成24年3月に再流園の取水等に関する陳情書が八代市長に提出され、これらを受け教育委員会で検討を行いました。その結果、まず球磨川からの取水に関しましては、堤防の改修や水利権の取得について国の同意許可が必要であること、また上柳小学校の南側を流れる八代平野南部土地改良区が管理する用水路などから水の引き込みや取水アップのための大型ポンプへ変更するには、給水管の敷設や井戸の採掘削、ポンプ改修などの工事費に多額の費用が必要となることが分かりました。以上のことから、いずれも実施が困難であると判断し、平成24年10月に実施された上柳工区での市政懇談会、市長と語ろう八代のまちづくりの場において、地域住民の方々にご説明をしたところでございます。そして今年10月22日に行われました上柳工区のみんなと未来を語る市政懇談会において、改めて工区の皆様方から強い要望がございました。教育委員会といたしましては、改めて井戸ポンプの取水量、水の流れや水質などを調査し、井戸ポンプの能力アップや増設など、淀みや濁りに対して有効な改善策を検討してまいりたいと考えているところでございます。以上お答えといたします。以上、村山俊臣君。はい、桑田教育部長ありがとうございました。池に水を供給する井戸ポンプは定期的に更新されており、近年では平成24年3月に井戸ポンプを更新し、現在に至っているとのことでございました。しかし池に注がれる水量は球磨川から水を引いていた頃に比べ少なくなっていることと思われ、池の淀み濁りの一因になっているとのご答弁でした。また再流園の池の浄化に関して、平成23年10月に上柳工区から要望書、平成24年3月に再流園の取水等に関する陳情書が前八代市長に提出されているそうですが、これらを受け当時教育委員会で検討が行われ、再度球磨川からの取水や用水路などからの水の引き込み、取水量アップのための大型ポンプへの変更等について検討されましたが、いずれも実施困難と判断されました。しかし今年の10月22日に行われました上柳工区のみんなと未来を語る市政懇談会において、中村市長は改めて工区の皆様からの要望を受けられたのを機に、再度調査し有効な改善策を検討していただけるとのご答弁でした。さらに今月の広報八代にも、その市政懇談会での本件に対する中村市長の取り組む姿勢について掲載されておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。また本日傍聴にお越しになられております上柳工区住民自治協議会並びに工区住民の方々は、これまでなかなか進まなかった課題に対し、中村市長の課題解決に向けた考え方に対し、改めて喜ばれていることと思いますとともに、今後の対応に期待をいたします。そこで再質問ですが、再流園の西側に樫の大木の森があり、一部を
伊豆かしの森といい、その他多くの木々もありますが、あまりにも樹木の本数が多すぎて、歴史的な庭園の維持管理には地域住民だけでは限界があります。そこで伊豆かしの森などの再留園周辺の環境整備について現状を桑田教育部長にお尋ねいたします。以上、桑田教育部長。はい。伊豆かしの森などの再留園の近年の環境整備の現状について自席からお答えいたします。再留園の白鳥の池にはプール排水の流入を防ぐための排水管が約40メートルにわたり池の中央を東から西へ貫き、水面に沿う形で設置されておりました。しかしながら景観上好ましくないというご指摘があったことから、平成25年度に排水管を撤去し、迂回する改修工事を実施しております。また再留園西側の伊豆かしの森や校内にはたくさんの木々がございます。いずれも大木、高木、老木となっていることから、樹木の伐採や剪定など毎年実施しております。また文化財に指定されております清明の池とその周辺旧坑道につきましても、文化財としての景観価値を損なわないよう樹木の剪定や草刈りを実施しているところでございます。特に伊豆かしの森につきましては、以前は樹木が生い茂り鬱蒼としていたことから、平成25年度に大規模に伐採剪定し樹木の整理を行いました。このことにより伊豆かしの森は学校行事や教育活動などに使いやすい環境となりました。今年11月には秀岳館高等学校から寄贈されました木製のテーブル、ベンチを利用し地域の人との交流給食を実施するなど、地域住民との交流の場ともなっております。さらに今年度は伊豆かしの森の西側にあります正門の拡張工事を実施する予定としております。また現在池の周りには転落などの事故防止の観点から柵を設置しておりますが、設置後年数が経過しており老朽化が進行しております。今後計画的に改修してまいりたいと考えているところでございます。以上お答えといたします。議長、村山俊臣君。はい。福畑教育部長、ありがとうございました。再留園の池、下流の白鳥の池に排水管があり、景観上好ましくないというご指摘に対し、平成25年度に排水管を撤去し、迂回する改修工事を実施していただいたとのことでした。また、今回の答弁で、樹木の伐採や剪定など、毎年実施していただいていますこと、文化財にも指定されております清明の池、その周辺、旧坑道についても文化財としての景観、価値を損なわないよう樹木の剪定や草刈りを実施していただいていることが分かりました。重ねて平成25年度には大規模に伐採、剪定し、整理していただいたことにより、伊豆かしの森では学校行事や教育活動などに使いやすい環境を整えた森となり、秀岳館高等学校から木製のテーブル、ベンチが寄贈されたことがきっかけで、給食の時間に異学年同士や地域の人との交流を行う伊豆かし交流給食が今年も開催されるなど、さらに森の活用の用途が広がるのではと感じております。さらに今年度は伊豆かしの森の西側にある正門の拡張工事を実施していただける予定とのことです。また池の周りなどに転落などの事故防止の観点から柵を設置してありますが、設置後年数が経過していることもあり、今後計画的に改修していきたいとのお考えがあられるということですので、再留園の環境整備の現状をよく理解することができました。そこで再々質問ですが、これまでの質問を踏まえ、再留園の整備について北岡教育長のお考えをお尋ねいたします。
教育長北岡博史君。村山議員ご質問の再留園の環境整備の考え方についてお答えをいたします。再留園は歴史ある文化財であり、在校生、卒業生や地域住民の皆様にとりましては誇りであり、思い出のある学びの場と認識をしております。池の水をきれいにするためには、先ほど教育部長が答弁しましたとおり、調査、技術的、財政的な問題もございますが、もう一度調査、検討してまいります。その結果につきましては、改めて地域住民の皆様にご報告したいと考えております。今後も地域の皆様と連携して、郷土の歴史と文化財に親しめる環境を子どもたちに提供できるよう、整備に努めてまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。議長。村山俊臣君。はい、北岡教育長、ありがとうございました。まずもって北岡教育長におかれましては、本年も上柳小学校グラウンドにて開催された上柳ふるさと祭り上柳盆踊りにご出席いただき感謝申し上げます。再留園についてはよくご存知と推察いたしますが、今回改めてお考えをお聞かせいただき、文化財としての重要性、卒業生や地域住民にとっては誇りであり、思い出の学びの場であることを認識していただけていますことに嬉しく感じております。また、池の水をきれいにするためには、さまざまな課題があるかとは思いますが、もう一度調査、検討する必要があるとのご答弁もいただけ、結果については、機会を捉え、地域住民の皆様へご報告いただけるとのことです。上柳校区住民の皆様も、方向性を指し示していただけましたので、納得でき、安心されたと思います。私も卒業生の一人として、歴史的な庭園の維持管理や整備、教育的な価値の検討の重要性を感じておりました。再留園の教育的な価値としては、自然生態系の理解ができ、学校教材園としての自然環境を有効的に生かし、学年、教科を問わず活用でき、ひいては学校と地域を結びつけるきっかけづくりとなり、地域間交流と活性化につながると確信しております。最後に、上柳小学校校歌の作詞北原歌白秋、作曲は山田耕作によるものですが、2番の歌詞に、生命、池はたたえ、熊ぞこの水、豊かよ、我が学びや、伊豆かしと映せ影を、この園に我ら磨く、と再留園の様子が歌われています。また、伊豆かしは学校を示す言葉として使用されるようになったとのことであります。このように、再留園は、上柳小学校のシンボルであると同時に、上柳校区皆様にとっても歴史ある大切なシンボルであります。ことをお伝えし、この校を終わります。山本経済文化交流部長。議員ご質問の八代民族伝統芸能伝承館括弧仮称の事業者からの設計に関する提案内容並びに基本設計および今後の取り組みについてお答えいたします。なお以降は伝承館と省略させていただきます。伝承館の設計につきましては、プロポーザル方式による公募を実施し、公開プレゼンテーションと設計者選定審査委員会の審査を経て、東京都の株式会社平田明久建設設計事務所を設計者に選定し、現在基本設定を行っているところでございます。
この設計者選定の公募に際して、提案者に対し、無形民族文化財の保存継承と公開活用に関する考え方、周辺環境との調和や交通アクセスに関する考え方、および防災環境等に関する考え方の3つの大きな項目を課題テーマとして要求いたしました。まず1点目の無形民族文化財の保存継承と公開活用に関する考え方として、1、ユネスコ無形文化財、文化遺産、山、鉾、屋台行事に登録された八代妙天祭や、市内の無形民族文化財の魅力を発信する展示のあり方、2、八代妙天祭を将来にわたり保存継承するための機能、3、無形民族文化財の継承活動を行う施設の整備、4、後継者育成やガイド拠点機能などの公開活用の展開方策、5、インバウンド需要に対応した施設整備、6、ミュージアムショップ機能などについての提案を求めました。次に2点目の周辺環境との調和や交通アクセスに関する考え方として、1、八代市立博物館、未来の森ミュージアム、その他の文教施設との機能的連携を図り、交流拠点施設としてにぎわいを創出するための施設の役割、2、国史跡、八代城跡や旧城下町といった歴史的な環境や、八代市立博物館、未来のミュージアムなどの周辺施設に配慮した設計、3、道路からの視認性を考慮した建物等の配置計画や、大型バス駐車場配置などをはじめとする安全面に配慮した敷地内の動線計画などについての提案を求めました。3点目の防災環境等に関する考え方としては、1、地震や風水害などのさまざまな災害を想定した防災機能、2、誰もが安全安心快適に利用できるユニバーサルデザインやバリアフリーへの配慮、3、環境対策および建設維持管理コストを含めたランニングコストの低減などについての提案を求めました。以上の課題テーマについて、設計事業者に選定されました株式会社平田明久建設設計事務所からは、次のような設計コンセプトの提案がなされました。まず1点目の無形民族文化財の保存継承と公開活用に関する考え方につきましては、生きている伝統を育む場所を傘に守られた道がつなぐをテーマに、利便性の高い収蔵環境、八代妙天祭の傘鉾の組み立ての風景や伝統芸能など市民の日常が伝統に染まる空間の設定、インバウンド観光客を引きつけ、さまざまな人々の交流を生み出す場の設定が提案されました。また展示提案の目玉として、八代妙天祭の迫力を体感できる大型シアターの提案もございました。次に2点目の周辺環境との調和や交通アクセスに関する考え方につきましては、伝承館と町をつなぎ、にぎわいが町に広がるをテーマに、市立博物館や国指定名勝の商品店及び国指定史跡の八代城跡などの回遊ルートを形成し、城下町である本町商店街とつながる起点となること、シンボリックな屋根形状の採用により周辺道路からの視認性の向上を目指すことなどが提案されました。3点目の防災環境等に関する考え方につきましては、災害に強く人に優しい長く使える建物として、建物の床面を周囲から1メートル高くして水害から守ること、部分免震構造による展示する文化財の保護及びバリアフリーやユニバーサルデザインに配慮した空間の設計などの提案がなされました。また設計業務の工程表の中で、多様な視点から実際の使い手などの意見を伺う市民ワークショップの開催も提案されました。最後に基本設計業務の取り組み状況といたしましては、本年8月を皮切りに市民ワークショップを3回開催したほか、市と設計事業者との協議を10回開催しており、本年12月末の完了をめどに取り組んでおります。なお実施設計を含む設計業務については、
来年6月末の設計完了を予定しております。その後本体工事を同年秋頃に着工し、竣工は当初の予定通り2年半後の2020年度末を見込んでおります。今後も関係団体をはじめとする市民の皆様のご理解とご協力を得ながら事業を進めてまいりたいと考えております。以上答弁といたします。議長、村山俊臣君。はい、山本経済文化交流部長、ありがとうございました。設計者選定においてはプロポーザル方式、つまり建築物の設計を選定する際に複数のものに目的物に対する企画を提案してもらい、その中から優れた提案を行ったものを選定することであり、その提案を設計者選定審査委員会で審査を行い、答弁にもありました株式会社平田昭久建築設計事務所に選定された経緯がよく分かりました。また提案者への課題テーマを大きく3項目に分け、設計事業者のコンセプトを知ることができ、今までどのようなイメージを抱けばよいのか分かりづらかったことが部長の答弁にて明確にイメージできました。そして設計事業者より提案として市民ワークショップの開催とありましたが、それを踏まえ本年8月から3回市民ワークショップが開催され、市との協議も10回開催されており、本年の12月末の完了をめどに取り組んでおられ、市民ワークショップの4回目、これが最後のワークショップとなりますが、開催されると伺っております。そこで再質問ですが、これまでに3回開催された市民ワークショップにおいて、どのような内容が検討され、参加者からどのような意見が出されたのかをお聞かせください。また、隣接して市立博物館がありますが、どちらも展示などがメインになると思われます。伝承館と博物館との違いと今後の両施設の連携をどのようにされるかを合わせて山本経済文化交流部長にお尋ねいたします。以上、山本経済文化交流部長。はい、議員ご質問の市民ワークショップおよび市立博物館との連携の内容につきまして次席よりお答えいたします。この市民ワークショップは伝承館の設計に関係団体をはじめとする市民のご意見を反映させるとともに、市民の皆様との共同作業を通じて施設づくりへの理解を深めていただくために実施しており、伝統芸能や文化団体の関係者の皆様のほか、学生や市内にお勤めの方、社会人の方などさまざまな分野から幅広い年齢層の方々にご参加をいただいているところでございます。第1回目の市民ワークショップは本年8月25日に開催され、八代妙天祭をはじめとする市内各地の無形民俗文化財の保護団体や文化団体の関係者の皆様のほか、公募によりお申し込みいただいた市民の皆様を含む32名の方々にご参加いただきました。ワークショップの前半は設計事業者による提案内容説明、後半は参加者を4グループに分けたテーブルワークと2部構成で実施され、建物の空間と機能や展示内容についての意見交換を行った後、模型の箱を利用して建物配置の検討を行いました。それぞれのグループからは、かさぼこなどを保管する際の取り回しがしやすい設計などさまざまな意見が出されていました。また洪水、台風、地震といった災害に対する意見も多く出されたほか、展示関係では八代妙天祭以外の無形民俗文化財の展示方法についても意見を頂戴したところです。第2回目は9月22日に開催され、31名の方々にご参加いただきました。参加者に建物周辺の状況について共通認識を持っていただくため、フィールドワークとして屋外に出て実際に敷地内や周辺の道路を歩きながら想定される建物の規模感を体感していただきました。このフィールドワークによって実際に歩いて感じた印象や建物の配置設計に対してさまざまなご意見を頂戴いたしました。第3回目は10月28日に開催され、32名の方々にご参加いただきました。過去2回のワークショップでの参加者のご意見を集約した内容をもとに、設計事業者より3通りの建物の配置について提案がなされたほか、
タブレット端末を持ち活用した建物外観の確認や簡易型バーチャルリアリティシステムを用いて内部空間のスケール感などを体感していただき、それを踏まえたご意見を頂戴いたしました。また建物の配置につきましても敷地内で妙天祭の傘鉾が移動可能となるような屋根形状の提案や無形民族文化財の紹介展示の方法について活発な意見が交わされました。今後12月8日に最後の市民ワークショップが開催されます。いただいたご意見については幅広く盛り込めるよう設計協議を進め、長く市民の皆様に愛される施設となるよう整備を進めてまいります。また市役所との連携につきましても設計事業者から提案のございました伝承館と町をつなぎ、にぎわいが町に広がるという設計コンセプトに基づき、展示内容や展示の手法などについて相互に補完することを目指すとともに、敷地内を通って博物館に抜けられる歩行者の動線を構築するなど、人の流れが活性化し、にぎわいが町に広がるよう検討してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。村山俊臣君。はい、山本経済文化交流部長、ありがとうございました。これまで3回の市民ワークショップ開催において毎回30名を超える市民や関係団体、幅広い年齢層の方々が参加され、建物の配置や展示方法などにさまざまな意見が出されたことが分かりましたが、皆様の伝承館に対する期待の表れと推察いたします。4回目の市民ワークショップは明日8日に開催されるとのことです。オブザーバーとしての参加も可能とのことですので、ぜひ出席したいと考えております。またもう一つ、博物館との連携についても部長答弁の中で設計コンセプトに基づき相互に補完するとともに、敷地内を通って博物館に抜けられる歩行者の動線を構築するなど、人の流れが活性化し、にぎわいが町に広がるよう検討するとのご答弁をいただきました。どのような施設が出来上がるのか、とても楽しみにしておりますし、私事ながら、地元の上柳には、国選択無形文化財の上柳の盆踊りや、上柳棒踊りがあり、個人的には、八代観光ガイド協会、また、八代妙見祭飾り馬奉納団体飯塚市会の一員でもありますことから、伝承館完成後の八代市の民族文化財の保存継承やにぎわいづくりに一市民としてぜひ関わりたいと思っております。そこで再質問ですが、これまでの質問を踏まえ、中村市政2期目に際し5つの政策の柱を掲げられております。その5つの政策の柱を重点的戦略と位置づけ、第2次八代市総合計画が策定され、スピード感を持って加えて着実に進められており、その2つ目の柱として、経済の浮揚と雇用交流人口増によるにぎわいの創出に、八代妙見祭をはじめとする伝統文化財を活用するために、八代民族伝統芸能伝承館両括弧閉じ仮称を新たに建設するなど、中心市街地への人の流れを生む仕掛け作りを進めてまいりますとされております。そこで中村市長にお伺いいたします。この伝承館の整備について、改めて市長の意気込みをお聞かせください。市長、中村博夫君。こんにちは。村山議員ご質問の伝承館の整備に向けた意気込みについてお答えいたします。伝承館はユネスコ無形文化遺産に登録されました八代妙見祭をはじめとする市内の31の無形民族文化財の保存継承および公開活用を進め、本市の歴史ある伝統芸能の活性化を図るために整備を行うものであります。さらに市内観光の拠点として周辺施設をめぐる回遊ルート
が作られることで中心市街地のにぎわいに、にぎわい作りにも寄与するものと大いに期待しているところであります。まあ、展示施設としての在り方につきましても、伝統芸能の後継者となります小中学生をはじめ来館された方に本市の多様な伝統芸能を肌で感じてもらう機会が得られるよう、本物に触れ合うことのできる体感型の展示や分かりやすい案内をなどを行うことが必要だと思っております。まあ、そのためには八代妙見祭をはじめとする文化財保護団体や八代観光ガイド協会などの関係者の皆様のご協力を得ながら整備を行い、市民の皆さんや国内観光客にご利用いただくことはもとより、クルーズ船観光客などのインバウンド需要も取り込み、本市のさらなる活性化につなげてまいりたいと考えております。議長。村山俊臣君。はい、中村市長、ありがとうございました。本市の歴史ある伝統芸能の活性化として整備し、中心市街地のにぎわいづくりの核のものとして大いに期待しているとのご答弁をいただき、また伝統芸能の後継者となる小中学生をはじめ来館された方に本物に触れることのできる体感型の展示などのお考えをお聞かせいただけたことは、市長の並々ならぬ意気込みの表れであると推察いたします。竣工した暁には必ずやにぎわいの創出へとつながると確信いたします。中村市長におかれましては、初当選時から常にスピード感と的確な決断力のもと本市発展にご尽力いただき、この伝承館の整備においても、まず平成28年職員による町内検討会議の取りまとめをもとに、平成29年政策会議において整備する方針で事業の推進を図ることを決定、整備基礎調査が行われました。さらに本年3月定例会におきまして、基本実施設計業務委託の予算が承認され設計者選定となり、着々と竣工に向けさらに加速していることが明らかになりました。この項の最後に、市長答弁の中にありました歴史ある伝統の後継者となる小中学生とありましたが、市内各地に伝わる伝統芸能の保存継承におきましては、少子高齢化による構成員の減少などによる後継者不足が大きな課題となっております。そこで八代には多くの宝があることを小中学在校時にしっかり学び、本物に触れる機会を得られることで愛嬌心が育まれると思いますので、小中学生にも各種行事などで伝承館を活用していただき、歴史、文化、伝統芸能への関心度を高め、愛嬌心の醸成となるよう、教育委員会におかれましては、文化振興課と連携を取りながら、良き方向へと向かえるよう期待いたしまして、この校を終わります。以上。村山俊臣君。はい。今回の質問に対しまして、中村市長、執行部の皆様には大変お世話になりました。詳しく丁寧に、また市民の皆様方にも分かりやすくご答弁いただきましたこと、感謝申し上げます。結びになりますが、市民の皆様のご健勝並びに八代市政のさらなる発展、そして中村市長をはじめ職員の皆様のますますのご活躍をご祈念いたしまして、本年最後の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。